どうもカゲヤンです今日はですね自分の決めた約束は守るということについてお話しさせていただきたいと思います、えー、自分の決めた約束を守る何でもいいんですけどもそのまあ自分の決めた予定ですねその 予定というかですねこれは予定ではないな予定の場合はねこう臨機応変に変えていかないことが,がいけないことがあるんでそれをこう守るというよりはですね自分の中で決めたことですね自分の中のルールですね、えー、ルールというかねうーん僕の例で言いますと、えー、ちょっと友達に会おうとこう決めて。 脱週があったんですで僕は、えー、木曜日が定休日なんで水曜日の夜に会おうというふうに考えたんですねで、えー、水曜日の夜に会おうと考えてたんですけどもそれはちょっとそのお酒をこう飲む飲みながらのこう面会というかその会う会おうかなというふうなこうことを考えたんですけどもその いいろいろねその1週間で使うお金がこううありますよねで使うお金と、えー、次の週とかいろいろ使わないといけないお金としてプールしとかないいけないお金と、えー、それと、えー、必要なこう経費とかそういうものがこうあ,るありますよね。ほんでそれをねこう計算してで1週間の売り上げがこう何,万以上な何万何千円以上になったらその飲み代もこう。 浮きますし、えー、その分が浮いた分が売り上げとして上がれば飲みに行こうと自分で決めたんですね。ほんでえー、とですね1週間売り上げがいかなかったんです。でいかなかった時に相手からですねそのもう1,000円でいいよということをこう僕はその商売こう 苦戦してるを知ってるるん知っで、そうやってこうありがたい言葉を言っていただいたんですけども1,000、えー、円でもやっぱり僕はその売り上げがいってなかったっていうこととまあまあ、えー、仕事がそれなりにその日がこうちょっとこう忙しさがあったのもあったんですけどもでやっぱりこうお断りしたんですね。で その時に思ったまあ、いろんな偶然もあったんですけどもその、まあ、お断りした時に後で考えてそれお,お断りしていけなかったことがこうやっぱ会えなかったことはちょっとこう残念やったんですけどもそれをしっかりね一応は自分の,その約束というかルールというかそれを守ったっていう状態で次の週に行った時にですねやっぱりその方がこう自分の中でこう 良かったと,腑に落ちたとそれをこう「千円やから」って言ってパッと言ってしまうような自分であればですねやっぱりそこはこうちょっとうまくいきにくいかなというこれからがねだからその自分でこう決めたルールをこうしっかりと守っていってですねそのそのうういうこう 何かこう緊急性があって会う場合とかそういう場合はこう関係なく会えばいいと思うんですけどもそういうちょっと娯楽的な自分のご褒美的なねご褒美も大事なんですけどもご褒美的にこう会おうとした時にですね自分なりにそのルールを設けてその売り上げいかなかったら行かないと決めてで相手からの誘いもあったんですけどもそこはこうご好意あったんですけどそこもお断りして自分のルールをこう通した。 えー、ということが結局はそのこのあとそ,それをやっていくとやっぱりうまくいくんかなとでもちろんねこういうのはねこう臨機応変に行、えー、かないといけないんですけどもそのいろんなねパターンがあるんでその時によってこう臨機応変には変えていかないとはいけないと思うんですけども大筋としては自分のね約束はしっかりと守ると。 自分の決めた約束は守る形ですねあと例えば僕やったらその他にことで言うとですね、えー、毎日こう金曜日から水曜まで毎日のこう稽古というか訓練っていうのをこうしてるんですけどもそれはえ仕事がどんなに忙しくてもこなすようにしてます。こなすとこなすっていうことはないですねそれをしっかりとやるようにしてます。 でそれをやるということをしたことによってですねその自分の決めたことをやったっていうことの自信もありますしそれを積み重ねている自信もありますそういうことがこう積み重なっていってより強固にちょっと自信になって自信が結局確信にこう変わっていくような、えー、そういう形になっていくかなということでですねそういうことをこう繰り返すいろいろなことでやっていくとですね どんどんその自分自身がこう大きくすることができる幅を持たすことができる自分のできる範囲の幅を広げることができるようになるのではないかとえ考えています。それをこう繰り返す。だから自分の決めた約束はしっかりと守っていく。で、さやけどその守ることだけにこう執着というか固執してえ臨機応変に行かないのも良くないと。この辺難しいんですけども、その。 基本9割5分ぐらいはしっかりと守る形をこう持つとまあまあ100%守るというようなことをこう覚悟として決めとくのは決めとくんですけどもそれがね結構素直にこうスッといくような形と何かを試されているかのような状態になる時があるんですけどもそれをしっかりと 仮とそのの自分の甘いをなくしててやっいいりほんでそこからまた新たなことに挑戦していくとまた新たな何かがきょうるでそれをまた乗り越えるとそれは消えていく、えー、それを繰り返していくほんで自分を自信を確信に変えていくそうすることによって自分のできる範囲を広げていってそれを広げることができると、えー、他人にも影響を与えることができるようになるかなと。 いうふうに考えます。ということで今日は、えー、自分の決めた約束は守るということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。